まあこんなもんか。俺についてこい。水が。この大蛇に頼めると救われるわよ。いろいろって守りに溺れたら世話ないぜ。急に急に眠ってくれ。噛みつく。あれをアベンジャーズやもんだ。消えた。下手くず。水だ。さあ行けぞ。危ないよ。これで勝利だ。なんてことないよ。デゼル力を。首だけの氷魔か。力は弱い。一思いに肩をつけてやれ。一刀両断。負けられない。気が付いてないのか。みんな吸い込め。さあ守りに溺れたら知らないぜ。これだ。眠ってくれ。僕も負けてられない。奇策クズ。さあ一刀両断。負けられない。よし守りに溺れたら知らないぜ。防御に努めろ。ウィーユー。知って戦おう。守る。防御に努めろ。天皇は大丈夫か。みんな絶空所。遺跡が俺を呼んでいる。
魔が詰まってきたぞ。ハルダは氷魔として死にきれなかった術師。怨念の天教術を甘く見ないで、トウヤたち。巻き上がれ、サポレ、行くぜ。こりは畳みかけろ。ジュリーユーユーユー、大丈夫か、血を浮かせ。切り刺し、竜の刺魔。浄化完了ってな。おそらくはギルドインに氷魔が印刷技能に立てた氷魔要注意ですわ。家の原野補給の中に翼を切り刻む。陣の火一瞬翼を切り刻む。補給の中に陣の烈竜の先は名言共犯。竜の先翼を切り刻む。切り裂く一瞬翼を切り刻む。切り裂く一瞬天の独唱。切り裂く竜の作戦の独唱。魔を断ち切ることは無理だよ。私らは負けない。石碑か。みんな大丈夫か。私に拾われるためにずっと待ってたのね。あ、なんか発見。あれは何なのこれ、あの化け物。大地の記憶、過去の出来事が記録されてるんだ。各国での戦争の様子なのか。それをあいつがヘルダルフが利用して汚れのルツボを生み出してるってことか。氷魔同士を争わせてより力を持った氷魔を生み出そうとしてるんだ。エドが出る。かの者の心は深い闇の底なのかもしれません。最下の剣士。
デゼル、力を一作封じる将来を打ち取る。撃ってあげるぞ。魔の切り札、魔を叩き下げ、龍の先は届け。風の効果薄い。天の特徴、連携して攻めろ。龍の先、天の特徴、人間と天国が分かり合える日は来るでしょう。全力で行くぞ。その武器、俺にも使えるかな。集中集中、氷を尽くす。ちょっと噛みかけろ。これ
僕も負けられない。強靭断ち切れ、断ち切れ、逃がさない。大丈夫か、みんな。全力は逃がさない。これどうだ。大丈夫か、みんな。鋭く攻撃発散、撃ち合う。みんな大丈夫か。一番奥？そうらしい。本当にいつかなれるのか。これは同志となる者の試練を描いた壁画のようですわ。こんなところにこんなものがあるなんて。これは同志の試練を。このシミみたいなのがグリーンウッド大陸を示してんの？で、この印ついてるところに同志は行かなきゃってわけ？ライラ、そういうこと？今日の晩ご飯は麻婆カレーですわ。気にしないで。ライラは自分にかけた制約で話せないことがあると時々こうなるんだ。ダイエットみたいなもん？印の場所は4つか。レイクピロー高地の北部に1つ、大陸中央南端に2つ、最後のはウエストロンホルドの酒谷方面ね。試練っていうぐらいだから、クリアしたら何かいいことありそう。超便利道具が手に入るとか、パワーアップするとか。それだ！もしかしたら強い領域にも負けない力が手に入るかも。ヘルダルフに対する光明が少し見えたかな。うんうん、全然わからん。領域？ヘルダルフ？いい、ご飯食べる時にでも話して。収穫あったってことでしょ。ああ、ここの探検は終了かな。そう、じゃあ戻ろう。退屈しのぎに退屈するとは思わなかったぜ。まったくだわ。まったくだ。ノーコメント。あれ？
戻ったか。その顔は収穫あったのか。うん、けど大地の記憶とか同志の試練とかなんだかいろいろあって面倒になってきて。うん、どれから行こうか。ちゃんと考えろ。世界を巡ることに動きやすくするべきだろ。じゃあペンドラゴはどう。スレイはきっとローランスの偉いさんに目つけられてるだろうからさ。いやいや戦争に参加させられたってちゃんと話しといた方がいいかも。なるほど、その方がローランス帝国内では活動しやすそうですわ。人間ならではのアプローチだな。考えはまとまったようじゃの。うん、オイシさんはここに残りますか。そうじゃな、愛着もあるからの。ただこのままでいられないのも事実。なんかまずいの。天族を祀ってくれる人が必要なんだ。神殿や教会みたいに。でないとまた汚れと結びついて凶魔になる危険がある。じゃあ誰か探して連れてくる。それでいい。いいのか、アジトなんじゃ。いいから任せとけってね。かたじけない。同志殿のおかげでしばらくは大丈夫。檻を見て連れてきてくれ。たっぷりカゴを与えてやるぞい。じゃあおいしさん、またまたの。明日ね。今から行こうって思ってたんだけど。気の身気のままはさすがにノーサンキュー。私は女の子。オッケー。ああ、スレイ。ん、今までもずっとあんな氷魔と戦ってたんだ。普通の人には見えない化け物と。うん、これからも。ああ、さっき話に出たヘルダルフってのが最下の剣種って言って。待った、長い話はご飯食べながらね。っ